どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回ですね、タウンホール9の、バランスの取れたいい配置を紹介していきたいと思います。今回は私が今この配置なんですけれども、まあですね、私もタウンホール9に上がりたての時はインターネットでこうタウンホール9のテンプレ配置とか強い配置とかを結構検索していたんですけれども、まあ僕自身がその配置を変えるのが趣味でですね、結構ほんと5日に1回とか結構配置を変えてしまう人なんですね。なんですけれども、この配置は結構長く使っていこうかなと思っております。なぜかというと、やはりその今インターネットにある配置とか結構強い配置っていうのは迫撃砲が3つ編成されている、配置なんですね。今回はそれをですね、まあ迫撃砲ちゃんと真ん中に置いて、なおかつ巨大クロスボウを対空設定にし、そしてちゃんと対空砲もバランスのいいと、もう非常にバランスの取れた配置になってるかなと思いますね。本当に私ちょっとバランス大好きで、もうめっちゃバランス取れてません？真ん中、やはり一番内部にはその強い防衛施設を入れたいと思うんですけれども、迫撃砲4つ、そして対空、まあそうですね、でも対空砲、この対空砲をそのアーチャークイーンと変えるっていうの方がもっとバランスも取れてる配置なのかなとは思いますね。まあ、この配置ぜひ試してみてください。まあもう、まあ、トロフィー隊はまあ本当にファーミングベースなので、まあ壁上げとかの際に使っていただけたらなと思います。やはり強いのは本当ウィズ島とか、あとは本当にもうね、もうタウンホール9自体あんま攻められることはないと思うんですけれども、まあ、壁のレベルが強かったりするとクリスタルとかでも普通に通用する配置かなと思います。まあそこまで例えばそのアロー型とか、透過型とかいろんななんとか型とつくものは結構その特殊じゃないですか。ジャイアントに対してめっぽう強いであるとか、あとアロー型はもう確実にもうトロフィーを取らせないとか、いろいろなその目的というかすごい特殊な配置をしていると思うんですけれども、やはりタウンホール9で強い配置というのは、やはりそのバランスの取れた、非常にどこから攻めても攻められてもちゃんとね守れる配置っていうのは強いのではないかなと思います。ということで今回タウンホール9の非常にバランスの取れた配置だと思います。配置を紹介しました。まあ、これ以外にも本当にバランスの取れた配置だったら基本的にタウンホール9強いので、もうこれが最強っていうのはないと思うんで、ご自身でねやっぱ考えることがクラクラのねめっちゃ楽しいところですので、ぜひ皆さんも改良してみてください。ご視聴ありがとうございました。